まあやめよ。もう負けは負けだから。フォローしてくれるのはありがたいけど、まあ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 、もうワイツさんが強かったよ。うん、これは。エビーバさん教えてくれんの？エビーバさん教えてくれる？どういうこと？どういうこと？どう教えてくれるってこと？あ、V、あ、なに？ディスコードかけながらみたいな。いや、待って、でもね、ちょっとすげえタイミング悪い。俺ね、冒頭話したんだけど、音声ぶっ壊れてんだよな、今日。ごめん、ビッポさん、どうしよう。音声がぶっ壊れてるんすわ、今日。試合だけ、一試合、どうすか、ビッポさん。まだ早いのは分かってるけど、どれぐらい頑張れるかって。ありがとう、ビッポさん、やろう。あ、ちょっと、じゃあ、ビップさん、ルーム作ってもらっていいですか？意外とダルさん、打てなかったりして。打てるのかな、ビップさん。行こう！山本っていうなんかコメントがいっぱいあるんだけど。おぉ！名人2位なんだ。さあ、ジャイアンツ。さあ、行こう！どんなピッチングを見せてくれる？おぉ、すげえ、ああいうスタンプもあんだ。かなりギリギリを攻める。初球打ち伸びていく、どうだ、入れば先制、先制ホームランです。ジャイアンツ許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。よし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 プレー！でよー、これ振る、振ろうのない。変化球は決まりません。どうすか、打った、高く上がったライトが下がっていく、下がっていく、ソロホーム。よし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 、なるほど。さあ、どう来るか。低めの変化球は決まりません。これが4球目。よし！インサイド押しました。わあ！まあまあ。そしてバッターボックスには村上が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、序盤から離されないように、ここはピシャッとですね。なるほど、そうですね。かなりキワッキワ攻めよ。入ってるだろ！アンパイア！プレー！ゴーノイ！ここは見極めました。意外と大丈夫そう。どう？引っ張っちゃうんじゃないこれ。うーほーら！ほらほらほら！あ、待って、2球連続がまず。来い来い来い！うわぁ。そういった配球で攻めて引っ張った。うわぁ。入れば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。際どいコースですが外れました。ワンボールです。これが2球目。痛烈な打球高く上がった、レフトが下がっていく。ジャイアンツバッターは7番に入っている小野崎。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。こんなにうまいんだ、リップさん。こんなうまかったの？俺もうちょっと弱いと思ってたんだけど。やばくない？マジで。ワンアウトも取れないんだけど。ちょっと感心したな。意外とこういうとこ打てなかったりするんじゃない？打った！高く上がった！ぐんぐん打球が伸びている！伸びて！したいですよね。こんなに強いの？こんなに差があるの？まだ。もうちょっとなんかやれるかなと思ったんだけど、ワンアウトも取れないんだけど、こんなに差があるのか。まだインローのストレート、いいボールでしたが外れています。マジか、ちょっと衝撃的なんだけど、こんなに差があるとは。この打球は、よしよし、あ、これストライク。あ、じゃあワンアウト取れるな。振っちゃうでしょこれ。打った高い打球、ライトが追いかける、追いかける、ソロホート。うわ、すっよ。この回、こんなに、
ちょっとビップさんもう一試合、ちょっとピッチャー変えてみる。え、びっくりした、こんなに強いんだ、やばいな。あ、ちょっと衝撃的だったな。あ、次先行でいくか。あー、オッケーオッケーオッケー、先行にさせてもらうわ。おい、終わらせてやるよ、コールドでな。それがミスだぞ、おいビップ、俺を先行にしたことを後悔させてやるよ、おい後悔させてやるぜ。ワンアウトも取れないんじゃないですかね。はい、最後そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていうのは、入った。バッターは2番に入っている坂本、まずは先頭バッターを打ち取っています。入った、はい、ありがとう。大丈夫か、回ってくるかな、ビップさんの番。このバッテリー打ちました。俺もあのスタンプ欲しい、あのスタンプ、おい、おい、煽り性能高いな。ちょ、あのスタンプマジ俺も欲しいんだけど。え、ちょっと待って、え、あのスタンプマジ俺にもよこせ。あれ煽り性能高いな、あれ。じゃあ、あれ俺も欲しいんだが。よし、あ、オッケーオッケー、まあ大丈夫、一緒、これ今一緒です。はい、完全に一緒、ランナーを一塁に置いています。一緒の状況。うわー、まあまあワンヒットリードされてるだけ、大丈夫大丈夫。いや、フランカー、あれ変なところのツーシーム、マジ。いや、振ってよ、よくわかんじゃん。2球目打ちました。よし、あはははははは、オッケー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 、あー、王さん泣いてるぞ。怖い、やっぱ怖い。ダメだ、逃げの投球が。ああ、これでいくか。振らないかい。プレッ、振ったな。おっ、あらら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 、あらららら、1点だけですか、あれ、あらららら、これはもしかしてだけど、もしかしてだけど、ビップさんは1点うんしか決められないんじゃないの。あ、球目打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な、いや、バッターは7番に入っている小野崎。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。これな、小宮山さん、不安の残る立ち、多分ビップさんブチ切れてるわ。チームとはちょっと違いますよね。あの前までは嫉妬は振らないでくれたんだけど、完全に俺が煽ったせいで完全にこれ振ってるわ。3球目は何か。あー、これ怒ってるわ。あーあ、ビップさんありがとう。いや勉強になったわ。いや、ビップさんありがとう。うわ、こんなに差があるとはな。いや、2ヶ月の修行で全く歯が立たない。いや、とりあえずちょっとスタンプだけ買うわ、パチパチだけ。あ、これか。はあ、すげえ。あ、ほんまや。あ、これ買うわ。
またねーが一番おすすめ。おーマジそんなおいおい、これはこれは煽りだろ、これはこれは煽りだわ、完全やべえスタンプ作ってるな、コナミさん、これ